ログアウト…いや、間違えた。困りごとなら遅刻し…おお、来てくれたか。それで、こちらが美月の嬢ちゃんとベルトさん。そう、うちが美月なのかで、彼がベルトだよ。うちらも手伝いに来たんだ。なのか、はしゃぎすぎだ。俺たちは仕事で来ているんだぞ、遊びじゃない。幼児ちゃんだって興奮してたくせに。今まで旅してきたけど、事件の調査なんて初めてだよ。うちの聡明な頭脳がやっと役に立つね。これはこれは、美月の嬢ちゃんとベルトさんの名前は以前から聞いていた。少し待っててくれ。上弦、例の写真を持ってきてくれないか。はいはい、声が大きいんだから。もう。お待たせ。これは剣木の剣が起きる数日前に将軍様と大木様が指し示してくださった位置に現れた数名の種族の異邦人なの。頼む、先週人では見分けられないような危険人物がいないか見てくれないか。どれどれ、これが今回の事件の容疑者たちなんだね。うんうん、ふむふむ、なるほど。どうしたの幼児ちゃん、この人が怪しそう。彼について教えてもらえるか。資料を確認してみたいんだ。ん、どれどれ。実際に証拠があるわけではないが、調査する甲斐はあると思う。ああ、彼のことか。彼なら少し印象に残ってるな。宇宙を旅する行商人で、商売をやってる上に医術も少し知っていて、確か同盟での登録名は何だったかな。羅刹、登録名は羅刹ね。そうそう、羅刹だ。今回は葬儀用のものらしい大きな箱を持ってきていたな。羊って名前だった気がするぞ。その羊があまりにも目立っていたから、ついいろいろと話を聞いてしまった。あれは羊、異邦人の葬儀用品よ。お客さんたちは知っているのよね。いや、そうなのか。とにかく彼のことなら事前に調べたぞ。同盟での記録は綺麗だったな。背負ってた箱、羊も。羊。ああ、それも彼の言う通りで、ただの葬儀用品だった。多分葬儀関連の商売をしてるんだろうな。ラフには異邦人が多い上に、どの生計にもそれぞれの葬儀の風習がある。当然そういった商売をするやつも増えるってわけだ。で、彼がどうした。いや、ただ個人的な理由で彼について調査する必要があると思っただけだ。すまないが、剣木の事件が起きていた間の彼の所在を教えてもらえるだろうか。それはちょっと複雑になりそうだな。ひとまず俺と一緒に司法卿のところまで来てほしい。見ながら説明した方が早いだろう。この長楽天はラフにとって重要な中心市街地なんだ。上もここの治安問題には気を配ってる。だから町のあちこちに機構長が配置されてるんだ。羅刹は剣木が蘇る数日前にラフに来て、その後は別に怪しい行動をとっていないんだが、事件が起きた前日に。やっぱり事件が起きた前日に
性格を持って剣木の近くに現れたんだね。確かに一理ある。やっぱりあんたの方が頭がいいね。みんな面白いな。実は俺たちにもこの人たちを調査する理由があって、剣木が蘇る前日の彼の足取りがつかめないんだ。剣木の蘇りによっておかしな陰陽相関現象が発生して、気候庁のシステム全体が故障してしまってな。事件当日の映像はもちろんだが、その前日のものでさえ多くが破損してる。もちろん聞くつもりだが、むやみに質問するんではなく、明確な狙いが必要だ。それに何の疑惑もないのに二度三度も彼の手を煩わせるわけにはいかないだろう。そこでだ。この羅刹に怪しい点があったら詳しく教えてくれ。交流と指紋はこちらで手配する。どう説明すればいいだろうか。彼の顔なんだが。ものすごい秘密を話してくれるのかと思いきや、まさかの顔。いくら幼児ちゃんでもダメダメ。見た目で人を判断するのは良くないよ。そうそう、いや、そっちじゃないでしょう。すまない。つまり、いや、説明しづらいな。俺の勘がこう言ってるんだ。この羅刹という人間は怪しいと。申し訳ない、憶測を言ってしまって。気にするな。勘も調査の大切な仲間だからな。俺もなんとなく怪しいと思うことが多々あるし、結果的には当たりの時も多かった。だからベルトさんの勘も信じたい。だが指名手配犯の顔をしてるという主張なら理解できるが、俺は執行官だからな。勘を理由に当事者を逮捕することはできない。苦情でクビになれば履歴にも残って後々の就職に影響があるしね。そう、その通り。じゃなくて何を言ってるんだ。とにかくみんなが調査したいというなら今回だけ特別だ。司法卿の権限を与えよう。それから上弦、お前も客人たちの調査に協力してやれ。私は地公使の執行人なのよ。政府のものなのに民間人を調査に参加させるなんて規則違反でしょ。いや、問題ないって。現場に行かずに気候庁の映像だけ見せてやればいいから。手がかりを見つけたらいつでも連絡してくれ。顔以外の証拠があればすぐに駆けつける。ただ一つだけ約束してほしいんだが、羅刹本人を直接探しに行くなよ。何があっても俺が先だ。信じてくれるだけでありがたい。迷惑をかけるようなことはしないと約束しよう。心配ないよ。列車組は義理を通すからね。恩をあだで返したりしないよ。よし、上弦、お前が教えてやれ。俺は仕事に戻るぞ。わかったわ。では皆さん、この事件は結構時間がかかりそうだし、準備ができたらまた探しに来てね。こっちはいつでも調べたい資料用意できるわ。それで準備は。じゃあこっちへ。大吾執行官が言ったように、剣木の蘇りによっておかしな陰陽相関現象が発生して、気候庁のシステム全体が故障してしまったの。その結果、大量の映像データを失い、
タイムスタンプも完全に狂ってしまった。はい、これが事件前日の羅刹関連の映像記録よ。つまりうちらでこれらを正しい順番に並べ直さなきゃいけないってこと？その通りよ、お疲れ様。あんたはこういうの得意でしょ？任せた！うん、頼りになるよね。順番は、いいよ、何が見たい？感じだけど、羅刹が山陽諸市に入ってまた旅館に行った。しばらくしてから手ぶらで離れて真っ暗な路地に入った。そして荷物を持って埠頭に向かった。まさか棺に人を入れて拉致したとか。想像力が豊かだな、ナノカは。先週は出入りするときに荷物をスキャンするからそんなことはできない。それに羅刹は路地に入った時に棺など持ってなかったぞ。よかった、びっくりしたよ。順番がちょっと間違ってたみたいだね。もっと考えてみよう。ふむふむ、2314ね。羅刹が旅館を出て山陽諸市に行った。そしてある路地に入って荷物を持って不当に現れた。なるほど、山陽諸市で宝の地図を手に入れて路地で宝探しをして財宝を手に入れたから錦を着て故郷へ帰ったんだね。ってそんなわけないでしょ。順番が間違ってるよ。他のを試してみよう。どれどれ。うん、羅刹が聖砂から降りて上楽天に入ってある旅館で荷物を下ろした。彼が大事にしてた棺まで。そして山陽諸市に行ったけど本は買わなかった。そこを離れた羅刹はすぐにある路地に入った。理にかなってる。どうやらそれが正しい順番みたいだ。君はやはり鋭いな。いいね、さすが名探偵なのが念入りに選んだ助手だよ。映像で見た路地ってどこだろう。マップを確認してみたが、そこの空き地には門があって、見てくれ、この門を通ると後ろに埠頭がある。そこを通り聖砂に乗って逃げたのかもしれないな。
長楽天から離れるにしても、なんでこんな偏僻な不当から出ていくんだろう。怪しすぎない？おそらく羅刹はそれに乗って離れたわけじゃないと思うの。ベルトさんの言う通り、そこは演習墓地999号埠頭、新作府の埠頭で外敵が侵入するときのみ作動するのよ。だからあの門もずっと閉まってるはず。私の知ってる限りではもう何百年も閉まってて、検査するときにだけたまに開けたりしてるの。つまり肝心なのは彼がいつそこを通ったのかだな。マップを見る限り、少なくともこの空き地に出入りできる場所は一つしかない。上弦さん、残っている映像であの日にそこを通った人物を確認してほしい。確認すること自体はできると思うけど、多少は待つことになるわよ。大半の映像が失われたといっても丸一日分の映像だから、調べるものはたくさんあるはず。分かっている、よろしく頼む。よろしく頼むよ。うちらは辛抱強く待つから。いいえ、皆さんにわざわざ来てもらったのは私たちだし、こちらこそよろしく。すぐ確認するから安心してね。お待たせ。あの空き地に関する映像すべて確認したわ。まあすべてと言っても結構失ってたけどね。失った部分を修復することはできないだろうか。先ほど俺たちがやったように。一部なら修復できなくもないけど、どうかしら、試さなくちゃわからないわ。もちろんそれにも時間がかかるし。そうか、手間をかけてすまないな。ちなみに残った映像で価値のある内容はあっただろうか。ええ、一つだけ。羅刹が空き地に入っていた2時間後にあの門から出た人がいたの。けど羅刹は見当たらなかった。え、これって漁港事件簿にあったシーンじゃない？漁港事件簿、前に言ってた推理小説にこの映像とそっくりのシーンがあるの。言われてみれば確かに。何を言ってるんだ。漁港の始まりの物語なの。もともとは探偵師の医師だった漁港が、謎の組織ヤムチャ会に目をつけられて、そこから派遣された黒服の二人組に路地まで尾行されて毒薬を飲まされた。けど毒薬には寿命族の転生みたいな効能があって、漁港は若返り子供になる。それから漁港はヤムチャ会を調査しつつ、あらゆる事件を解き明かしていくの。それは無理。本の設定によると、その薬が効くのは体だけで、魂の摩耗は対象外なの。つまり転はしたけど新たな生を得たわけじゃないってこと。転生は寿命族の特徴なはず。人間も転生できるというのか。もう小説、創作なんだから本当かどうかなんてわからないよ。リアルに書かれてはいるけど。作者のスーファン先生は探偵師の異女だから、医学関連の設定が結構厳密に練られているのよ。ほらね、探偵師の人が書いたんだから本当かも。つまりナノカはこの黒服を着た人物がヤムチャ会のメンバーで、子供は若返りした羅刹だと言っているのか。漁港事件簿のファンが本のネタを真似して犯罪を犯した可能性もあるってこと。体が縮んだ羅刹が二人に連れ去られたとか、よく考えるほど怖いね。誘拐事件かも。はあ、そもそもこの子は黒髪で、羅刹は金髪だろう。
と髪を染められたとか。ちょっと待って、今気づいたけどこの子は三洋書士の店長の印象よ。残念だったな、なのか。若返りも漁港もなかったようだ。最初に何度か間違えるのが定番なの。予想内だよ。気候帳には黒服の顔が映らなかったな。とりあえず印象に話を聞こう。何かを見たかもしれない。私は映像の修復を続けるわね。何か進展があったらまた皆さんに連絡するから。オッケー、じゃあ出発しよう。証人探しだ。小さな店長はいないみたい。周りを探してみる？閉店にはまだ時間がある。あまり遠くへは行っていないはずだ。すぐに帰ってくるかもしれない。俺はここで待っているから、君たち二人で行ってくれ。ラジャー、さあ行こう。最新作なんて、ラフに来てよかったよ。今回の調査が終わったら買って読もう。スーファン先生ってばすごいよね。シャちゃんはいないみたい。どこに行ったんだろう。人に店番を頼んでる。でもその人も見当たらないね。店にいないみたい。寝る前に読みたいな。後でトイレに行けなくなっちゃうかもしれないけど。君たちで探してきてくれ。俺はここで待ってみる。先週の本はいろいろと面白いものが多いと聞いているからな。この機会に見てみるとするよ。パパッと行ってくるね。幼児ちゃんをあまり待たせたくないから。
山谷書士の店長に店番を頼まれた人だよね。ああ、店長、飲酒のことか。そうだけど、どうした？店長の居場所を教えてくれる？なんでお前らに教えてやらないといけないんだ？あのさ、明るく話を聞いてくる人に対して失礼だって思わない？ま、教えてやってもいいぜ。500滴だ。なんで順滴なんかあげなくちゃいけないの？急に何？情報は何よりも価値のあるものだからな。理不尽なやつ。ねね、どうする？ちょっと、これは名探偵ナノが担当する案件だから、うちが支払わないと。誰が払っても一緒だ。早くしろ。騙したら許さないからね。俺はそんな人間じゃねえ。飲酒なら兆楽店の方に行ったぞ。屋台の割引券がもうすぐ期限切れになるから早く使わないと、とか言って行ったばかりだが、今頃は食べ終わってるんじゃないか。うちの純敵500滴が。心が痛い。早く行こう。山陽書士の店長の飲酒ちゃんだよね。聞きたいことがあるんだけど。はい、私が飲酒です。どうかされましたか？飲酒ちゃんは今書士に帰ろうとしてたところでしょ。じゃあ一緒に行こう。途中で話すから。はあ、わかりました。行きましょう。お話しした映像のことなら多少は印象に残ってます。その日は閉店後にどこか静かな場所で本を読むつもりだったので、街を見て回りました。その時に例の空き地を見かけたのですが、黒い服を着た人たちと金髪の種族の民がいて、読者に不向きそうだと思いすぐに立ち去りました。ちょうどその頃、黒服の二人もそこを立ち去ったのでしょう。ってことは、たまたま通りすがっただけか。その金髪が何をしてたかわかる？ごめんなさい、当時はただ本を読める場所のことばかり考えていて、よく見てませんでした。隣にいた黒い人たちのこともです。ただ、黒い人たちから臭い匂いがしたことしか。あ、でもこれじゃ手がかりになりませんね。すみません、せっかく訪ねてきてくれたのに何の役にも立てなくて。いや、どれも有意義な情報だったよ。感謝する。だが、気候庁の映像によると、あの空き地に行く前に羅刹は君の店に寄っていたんだ。私の店、山陽書士ですか？店に寄った。ああ、思い出しました。あの日彼を見たのにどうして忘れていたのでしょう。あの日彼は店に来てブラブラとしながら本を何冊かめくった後、私に一冊渡したんです。確か古めかしい紙製の本でした。
最初は買うのかと思ったんですが、彼はお金を払った途端本の扉のページを破ったんです。驚きましたけど、あの満面の笑みを見て聞くことはできませんでした。その本もカウンターに置いて持っていかなかったんです。変ですね。どうしてすっかり忘れてしまっていたんでしょう。次の日に剣木の事件があったから、そのショックで。ちなみにその彼が買った本とは。あ、この漁港事件簿です。扉のページが破れたから売れなくなって困っていました。あなたたちにあげますね。幼児ちゃんってさ、実は予知能力があるんじゃない？羅刹って本当に悪いやつなんだね。なんであんな悪いやつがいるんだろう。漁港事件簿っていう素晴らしい本をためらいなく破くなんてムカつく。あんな悪いやつの思ってることなんて知らない。知ってたらあいつの仲間になりそうだし。なのかは興奮しすぎだ。地公子が最初に疑問に思った点を忘れてしまっている。つまり危険物をラフに持ち込んだ人物がいるのかどうかだ。大豪たちはその危険物の正体を知らないはずだ。だが俺たちは知っている。それが正確だと。だから本を破るという行為は事件の鍵になるかもしれないな。ちょっとついていけなかったけど、本を破るのと正確に関わりがあるってこと？ねえ、あんたは理解した？その通りだ。ラフには羅刹の仲間がいて、本の扉のページを用いやり取りしていた可能性がある。ますます彼が悪いやつみたいに思えてきたよ。正義を謳う漁港事件簿を邪悪な計画の合図に使うなんて。ただの推測だがな。俺たちはまだ彼の行為を把握していない。気候帳の映像が全部失われたせいで。え？じゃあ手がかりはもうないの？行き詰まった名探偵、そこに現れたのは新たな手がかりであった。いつあの空き地を離れたか分かったわよ。よかった。離れた時の姿が映ってたのかな。その通り。気候帳の記録によると彼は空き地に入った2時間後にそこを離れた。おかしいね。あんなちっちゃい空き地で2時間も。羅刹のやつ何をしてたの。旅費を全部干し芋プルプルに使ったせいで野宿してたんじゃ。7日でもそんなことはしないだろう。あの空き地にも気候帳があったらよかったのに。未だに彼が何をしてたかわからない。でも調査すればするほど不信感が増しているのは確かだよね。ねえねえ、うちらの幼児ちゃんって思ってることが顔に出るタイプじゃなかったのに、なんだか不安そうに見えない？ああ、俺なら平気だ。ただ他の世界の羅刹に対する先入観からつい心配になってしまっただけさ。聞かれちゃったね。耳が良すぎだよ。私はまだ公務があるから先に失礼するわね。
何かあったらいつでも連絡して。私の連絡先は知ってるでしょ。うん、お疲れ様、上弦。あの空白の2時間で羅刹は一体何をしていたんだろうか。いよいよ名探偵ナノが推理能力を発揮する番だね。ナノカはどうしたいんだ。現場に行ってみるか。幼児ちゃんってば分かってないね。漁港が言うには、足を運ばずとも現場に行ったのと同じくらい情報を得られるのが真の名探偵なんだって。今行っちゃダメなの。推理が終わって現場で検証して、おお、まさか現場で見つかった真相が美月なのかの推理と全く同じだなんてってシチュエーションになるのが名探偵のロマンなんだから。なのかがそう言っているのなら試してみるか。やった、幼児ちゃん最高。はあ、優秀な裁判官にとっても家庭の…じゃあ真相を明かすね。準備はいい？うん、じゃあ始めようか。人前で推理するのって初めてだからちょっと緊張するね。よし、これからうちは漁港の推理の仕方に習って自分を犯罪者に置き換えるね。今からうちは羅刹だよ。真面目に、うちは今高速で考えてるんだから。あ、そうだ、破られたページ、あのページを持っていったのはきっと使いどころがあるからなんだよね。次は、幼児ちゃん、現場のマップを見せて。うんうん、ふむふむ、羅刹はきっとあの門を通っていったはず。2時間もあんな狭い場所にいるわけない。でも上弦さんの話だと、あの門は軍の管轄下にあり長年閉まっているはずだが。何らかの方法で鍵を破ったんだと思う。性格を運べるほどの人だから門なんてお茶の子さいさいだって。ふん、これ式の鍵じゃうちは止められないよ。ふん、ごめん、癖で。じゃああとはあんたたちが自分で想像して、羅刹の顔がどんなセリフを吐くかを。ふん、これ式の鍵で僕を止めることなどできない。たとえ羅刹が門を開けたとしても、中に入った理由は何だ。性格を引き渡す仲間が潜んでたから、そいつらに会いに来たんだよ。よく考えてみろ。軍事上の用地で打ち合わせをするか。それはうちらは善良な市民だもん。悪党の考えを理解できなくて当然だよ。危険な場所ほど安全というわけか。待て、進みが順調すぎる。ん？どういう意味だい？順調で何か問題でも？順調だと何が悪いの？
俺たちは羅刹が何をしたのかを解明しようとしている。だがここを20回往復しても2時間はかからない。それもそっか。つまり彼の道はもっと険しかったってことだよね。よし、じゃあもう一度現場を再現しよう。ギャオー、色白の貴公子め、よくもここに飛び込んできたな。死ねー。下道がのこのこと出歩くとは、食らうといい。どうしてモンスターが喋れるんだ。緊迫感を足そうと思って。ガツンと来るやつでいこう。諸悪退散。蝶と共に散れ、スタールインファントム。ガツンと来るやつで行こう。2倍速ってこんなもん。諸悪退散。ガツンと来るやつで行こう。次。ガツンと来るやつで行こう。蝶と共に散れ、スタールインファントム。亡者再臨。諸悪退散。一心同期。鬱陶しい。ラフはいつの間にモンスターの野営場になったんだい。これはその、つまり。なのか。ストーリーの展開を考えてる時は俺たちを待たせればいい。戦闘シーンをわざわざ入れなくても大丈夫だ。ラフにこんな危険な場所があるとは思えないな。こういった危険人物と闇商人が現れるような場所は、少なくとも剣木が蘇るまでは存在しなかったはずだ。でも正確の取引をした悪者はいたんだから。こっちの方が面白いでしょ。だって羅刹がどんな困難に遭遇したのか想像しにくいし、見逃してよ。はあ、まあどうにか成り立ってはいるな。こうなった以上楽しむほかないだろう。これほど険しい道とは、今後はもっと慎重に動く必要がある。あの性格を買おうとするとは、謎が多い取引相手だ。取引相手があそこで待っている。行ってみよう。
この名探偵なのが。待った、何をしに来た。いや、あれはヤムチャ界の門番プーアルだよ。プーアルはお茶の名前だろ。そう、ヤムチャ界のメンバーだからお茶の名前を使うのは当然でしょ。話を聞いてんのか、何をしに来た。もう少し礼儀よく喋らせてくれないか。うん、分かったよ。話を聞いていますか、何をしに来たんです。もういい、諦めた。あるものを君たちの頭に届けに来たんだ。彼に連絡してもらいたい。納品？はい、頭なら随分待っていますよ。しかし先に身分証明書を渡してください。頭との面会はその後です。今こそあの手の出番だね。これは僕の全財産、9672万信用ポイントだ。この金を全部渡そう。だから君たちの頭に会わせてくれないか。彼らみたいな大役人は金銭よりも重要な目的があるものなの。だから損してまで取引を続けてもおかしくはないでしょ。それはできません。お客さんから金銭を受け取るなど、頭に知られたら殺されます。うん、この手はダメみたい。ナノカはどうでもいいディテールのことになると論理的になるな。どうでもよくない、これも肝心な推理の一環だよ。これは秘密の合図ですね。本当にあなたでしたか。少々お待ちを、すぐ頭を呼びますから。焦らなくても大丈夫さ、急いではいないからね。プーアルは合図用のページを見た途端頭を呼びに行った。そしてしばらく待ったら、説は威厳のある人影が近寄ってくるのを目にする。頭、彼です。彼が例のブツを持ってきました。先にブツを見せるのじゃ。幼児ちゃんの頭と言ったらパムしか思い浮かばなくて。この方が私たちの頭、星芋プルプル様です。分かったら早くブツを渡してください。ミルクティーもティー、お茶だからヤムチャ会に登場しても問題ないでしょ。その前に代金を支払ってもらわないと。簡単なルールを忘れてはいないだろうね。またごちゃごちゃと。渡せと言っているんです。構わんぞ、このブツは特別危険じゃからな。彼が慎重になるのは当然じゃ。パムはここまで老人っぽい口調だったか。そうじゃったと思うぞ。いやいや、そうだったと思うよ。プーアルよ、代金を渡すのじゃ。どうじゃ、これで渡す気になったか。気をつけてくれ、それはとても危険な品だからね。では。その通り、もうお前とはおさらばじゃ。プーアルよ、やつの口を封じろ。取引が順調に終わったと思いきや。こんな危険なものを俺に売ったからには、もうお前は共犯者じゃ。秘密を守るためにはお前の口を永遠に封じるしかない。ナノカはどうでもいいディテールのことになると論理的になるな。それと、なぜ俺が禁人になったんだ。それはプーアルの裏設定で、危険な時に禁人に変身するの。そうか。
ここの組織は程度が低いようだね。ガツンと来るやつで行こう。ふん、2倍速ってこんなもん。蝶と共に散れ、スターレイファントム。ショーク大佐、ガツンと来るやつで行こう。蝶と共に散れ、スターレイファントム。踊れ、覚えておくのじゃ。凋落天でこれほどの騒ぎを起こしたら、すぐに運気軍が駆けつけてくるだろう。早くここを離れなければ。なるほど、だから羅刹は逃げたんだ。さてさて、どこへ逃げたのかはマップを見ればわかるはず。わかった。何者だ、動くな。こんな状況下で羅刹が逃げられる道はたった一つ。羅刹、早く乗って行くよ。こうして謎の助っ人のサポートにより、羅刹は精査に乗って現場を離れた。これが今回の羅刹消失事件の全貌である。精査で羅刹を迎えに来たのは誰なんだ。わかんない、でも顔は出てないから彼女でよくない。みんなに出番があったからいいでしょう。なのか、ショックを与えたいわけではないんだが、君の推理には少し問題がある。もし羅刹が精査に乗って逃走したのであれば、2時間後に気候帳に取られたのは誰だ。しかも軍用施設ではちょっとした騒ぎで運気軍が動くだろうから、モンスターが出没するわけがない。それとさっき君が言った困難が本当であっても、羅刹が2時間も滞在するほどではない。幼児ちゃんの話を聞くと確かにそうだね。名探偵なのはやっぱり漁港には及ばないか。なら現場に行ってみよう。現場ならいろんな謎が解けそうだし。ああ、それが一番の近道だな。行こう。地獄死に解決してもらえばいいじゃない。すみません、人を探しているんですが。種族の民のはずです。金髪で身なりも先週人とは違いましたね。金髪の異邦人、もしかしたら。どんなご用でしょう。その人のおかげで一命を取り留めまして。実は2名ですね。おい、今真剣に話してるっていうのに。すまない、その命を助けたという金髪の人物はもしかしてこの羅刹か。ああ、そうだ。そう、この羅刹さんに助けてもらったんだ。それはいつのことだろうか。確か剣木が蘇る前日だったな。ああ、次の日に大事件が起きたからずっと礼を言う時間がなくて。まさかあんたたちが黒服の二人組。なんで今日は黒服を着てないの？黒服？ああ、わかった。
あのことを思い出すとまたムカついてくるよ。黒服も何も。俺らは溝に落ちたんだよ。は、どういうこと？あの日は静かな場所を見つけて新しいネタを練習しようとしてたんだ。だがやっと見つけた場所がなかなか人が通らず、ずっと修繕されたことのない場所だったとは。地面に大きな穴ができていた。俺がうっかり足を滑らせて落ちたんだが、彼も慌てるな、王が助けに参ると叫んで一緒に落ちてきたんだ。その穴が溝につながっていたおかげで俺たちは泥まみれになったってわけさ。黒服と勘違いされてお笑いだねだ。だからインシャちゃんが臭いって。とにかく通りかかったラセスさんが助けてくれたおかげで俺たちは今こうしていられるんだ。ありがとうございます。恩人殿が手を差し伸べてくれなかったら俺ら二人は死んでしまうところだった。何が必要があれば遠慮なく言ってくれ。俺ら兄弟にできることなら何でもやる。できなくてもやってみせる。それはありがたい。でもわずかな骨折りに過ぎないよ。わずかだって？俺たちのためにあれほどの時間と体力を費やしたのに。謝礼は結構だよ。早いうちに戻るといい。道中お気をつけて。本当にありがとうございました。なあ、待ってくれないか。汚水は体に悪い。僕は少し医術を知っている身なんだ。この薬を飲んでしっかり休むといいだろう。さあ、この処方箋を。かたじけない。これ以上迷惑をかけたら申し訳ないし、俺たちは先に失礼する。道中くれぐれも気をつけて、またどこかに落ちないように。その時渡されたのがこれだ。髪の葉の綺麗、羅刹が折ったのかな。ああ、彼は処方箋を書いた紙で花を作ったんだ。あんなにロマンあふれる人は久しぶりに見たな。でもこの紙どこかで見たような。広げてみてもいい？もちろん。薬を買う時にも一度広げているしな。もともと恩人探しの手がかりとして地甲子に渡そうとしていたんだ。私たちに任せて。何か進展があったらまた連絡するわね。どうした？漁港事件簿の扉のページだ。どれどれ。この面は処方箋で、裏の面にも字が。なるほど、そういうことだったんだね。残念だけど違うよ。自分で見て。ネタバレ1000人って何？マナーがなってないね。どうやら羅刹は皆さんが思ってたような犯人じゃなくて、むしろ善良な人みたいね。みんながネタバレ1000人の被害に遭わないように、羅刹はネタバレを書いたページを破ったんだ。こんなことをするなんて、漁港事件簿を心から愛してるってことだよね。この本を名探偵漁港を愛してる人が悪いことをするはずないでしょ。